日本改革党と申します。自民党さんは今年は少子化対策に、必死で取り組みます、メインで取り組みますなんていうことを発表しておりましたけれども、私にはですね、どうしても少子化対策のために金がいるから増税させてくださいって言ってるようにしか思えないんですよ。今現在日本の実質税負担率は何パーセントかご存知でしょうか。 48.1%、 稼ぎの半分取られちゃうというのが今の日本であります。この数字は財務省が発表したものですから間違いありません。今から30年前、私が若い頃は 36% ぐらいでした。それでも3分の1ですよね。日本はですね、年金や国保など、実質税金の部分が多くてですね、48% の実質税負担率は今やスウェーデン、フィンランド、ノルウェーとかいった、北欧の福祉国家よりも重くなっております。不思議ですよね。日本より実質税負担率が高い国家を探しますと、ドイツが 50% を超えておりますけれども、あそこはいくら儲けても、自国の通貨が高くならない、ユーロによってズルしている国家ですから、それもあるのかなと思います。ズルしているユーロの安いのに、恩恵を受けてズルしているドイツを抜かせば、日本が世界一の重税国家なのは間違いません。少子化対策に取り組むんでしたらば、この実質税負担率をなんとか下げてくれればいいんですよ。半分、稼ぎの半分、実質税金で取り上げてて、若い方が希望を持って結婚したり子育てしたりできるわけないじゃないですか。少子化に取り組むために増税する、こういうのは全くの本末転倒であります。少子化を改善するために、今の若い人に希望を持って結婚してもらえるように、出産してもらえるように、育児できるように減税する、というのが本筋だと思います。日本改革党はこの減税路線を訴えさせていただきたいと思います。